はい、どうもこんにちは、適当です。今日は白長須島への帰還最終回、多分、続きからやりたいと思います。アレックスが女だったよからです。じゃあ早速いきます。よろしくお願いします。あれですか今でも足が震えているくらいなんですけど。とりあえずアレックスの証言を聞いたら、こいつは多分犯人じゃないっぽいことを言ってんだよな。あとジェイコブに話聞かないといけないんだけど。僕がシャワーを浴びている時、犯人をねちょっと推理しないといけないんだけど、ちょっと証言がまだ足りねえっていうことで、アレックスとジェイコブの意見を聞きに行こうって言って、そしたらこいつがなんか女だっていうのが分かった。あ、変な想像しないでくださいね。シャワーを浴びているとき、ふと窓の外に目を向けたんです。外はほとんど何も見えないほど暗かったですけど、月の光が少しだけ海面に差しているのが見えて、それにじっと視線を向けたとき、目の前に突然あの化け物が現れたんです。白長須島の悪魔が普通にもうあの窓の外壁面をこう移動してるっていうのが分かったな。それも逆さまに、まるでトカゲのように窓に張り付いて、ガラス割って入ってこられたら終わり、罪じゃね。あの大きな目が僕をじっと見つめてたんです。僕は這うように逃げ出して、しばらくして恐る恐る浴室を覗いたんですけど、もうあの化け物はいなくなってました。洗面所の中であれこれ考えながら心を落ち着かせて、その化け物を見た時に一応見間違いの可能性も考えたんですけど、女の声でギャーって叫んだんよね。それでとてもあれが見間違いだとは思えなくて、池田がこう来たら、アレックスが女だ、女の子だったっていうのが分かったんで、最初2階に行ってアキラとかが悲鳴あげたんかなと思ったけど、違くてさ、どうしようかと考えている時、覗き魔の変態が現れたというわけです。それ本気で言ってます？あんな悲鳴あげたら誰だって来るかな。変態、下着姿なんて誰にも見られたことないのに。まあともかく、僕があの化け物を見た状況はこんな感じでした。アレックスは多分除外していいな、犯人じゃないっぽい。しかしなかなかうまく男に化けたもんだな。そう褒められても複雑なところですが、でも男のふりをしてよかったですよ。実はアキラさんとは過去にパーティーで 2,3 回会ったことがあるんです。結構前のことなんで、今のところ彼女は気づいていないみたいです。気づいてないアキラもちょっと問題があるけどな。アキラに女だということが気づかれたら、芋づる式に全ての素性がバレてしまう危険性が高そうだ。正直それが怖いので、あまり彼女とは話をしたくないんです。だけど結構単独行動してたんだよね。いろいろと聞かれるとボロが出そうなので。そういうことか。僕がみんなと一緒にならずに部屋に戻ったのも、彼女と一緒になるのが嫌だったからなんです。あ、ジェイコブはな、やってることが やってることだから、犯人と一緒の部屋にいたら殺されるかもしれんけん、自分一人でこんなとこにはいられんって言って自分の部屋に戻るのは分かったんだけど、アレックスがね戻ったのは怪しかったんだよな。アキラに気づかれる可能性があったからってことか。それに例えばですが、さっきみたいに覗かれたりしたら一発でアウトですから。まあまさか僕も自分の部屋で覗かれることになるとは思ってませんでしたけど。本当ですかね。いわくつきの探偵さんですし、あまり信用できないんですが。
前々から気になってたんだが、なんでそんなに俺のことを敵視するんだ。確かに多少の悪評は出回っていることは把握しているが、それにしてもちょっと嫌いすぎだろ。何か理由でもあるのか。理由とかは特にないですけど、ネットとか新聞に悪い噂とか書いてあったので。ネットの真実とかマスコミの伝聞とかに惑わされる系か、こいつ。お前は実際に見た俺よりもその不確かな情報の方を信じるのか。いるよな。実際下着姿を覗かれたんですけど。悲鳴があった、あったから駆けつけただけなんだけど。まあ噂よりもひどい人じゃなさそうな気はしますけど、まだ半信半疑といった感じです。このそのどうでもいいね、そのお色気パート的なものはどうでもいいんだけど、早く犯人を当てねえとさ。結構絶望的な状況なんだよな。周り化け物が発歩しててさ、犯人わかんねえだろ。で屋敷側の人間が何してくるかわからん。屋敷側、化け物、あと殺人犯、3つ対処してないかんのよな。だからこんなことしてる場合じゃねえんだけど。いや、終わったか。トマスの死体を発見した前後の状況についてもっと詳しく知りたい。できるだけ詳細にな。トマスさんの死体を発見した時というと、あの橋の上でのことですよね。確か会場からアキラさんたちが先に出たんで、僕は少し間を置いて部屋に戻ろうと思ったんです。帰りの話だな。会場からアキラさんが先に出たんで、アキラたちの後から来たと。アキラさんたちと鉢合わせになるのは嫌だったので、多少間を置いてジェイコブさんが出て行った後、僕はリールさんと一緒に会場を後にしました。リールと一緒に出たか。ああ、リールのことを見てるのか。その後橋の上であの光景を見た。一応僕が把握しているのはこれだけですが。なんか異変を感じなかったか。特には。あの時はかなり動揺してましたから、何か異変があったとしても目に入らなかったと思います。ああ、そういえばあの時は池田さんにねねこさんを解放するように言われたんで、ずっと彼女を支えていました。なるほどな。確かにねねこの解放をしてたな。その時のねねこはどんな様子だった。顔が真っ青で、長い黒髪がひどく乱れていて、うなっていて、少し臭くて、なんか変な動物がひどく衰弱してるみたいな感じでした。よく聞き取れなかったですけど、何か苦しげに上言をつぶやいてましたね。あの時石橋の上が暖かかったという話があるんだが、ねねこが言ってたな、なんか熱があったみたいな、暑かったみたいな。このことについて何か心当たりはないか。石橋の上がですか。あ、そういえば確かにそうでした。暖かかったのか。なんでこんな寒い寒いって言ってたのに。ねねこさんを解放するとき片膝をついたら熱く感じたんです。あ、やっぱそうなんだ。でも一瞬のことだったし、あたりは大混乱でしたし、気のせいだと思って今まで忘れていました。この辺が多分あのトマス殺害トリックのなんかあるんだろうな。やはり橋の上は熱くなっていたのか。これは事実だな。橋の上は熱くなっていた。こいつは何かありそうな感じだ。もしかしてそれが何かトマスさん殺害と関わっているんでしょうか。関わってそうなんだよな。わかんないけど、なんか単なる偶然とは思えない。何かきっと裏があるはずだ。招待客の中に犯人がいるとすると、それは一体誰なんでしょうか。あ、恨みがある。復讐が目的だからな多分。しかしそうなると、あの化け物は今もこの客室のどこかにいるってことなんだろう。
そんな怖いこと言わないでくださいよ。外に出れねえな。想像したくもないです。ネネコも以前客室棟で白長ストの悪魔を見たと言っていた。今のところ奴は俺たちに手を出していない。だとしたら奴の目的は何だ。ただの気まぐれで行動しているだけなんだろうか。なんか命令に、誰かが命令を出しててそれにこの言うことを聞いてるのかな。わかんないんだよ。奴の行動は何かを探している、そんな風にも思えると。探すって何を。何かの命令でターゲットを探し出し排除しようとしているのかもしれない。それって誰かを殺そうとしているってことですか。じゃあ危ないじゃないですか。殺人犯とその屋敷側の人間、また別だから、屋敷側の人間がその悪魔を操ってて消そうとしてる可能性があるんだよな。さっき復讐で屋敷側の人間も殺されそうな、ワンチャン復讐の対象になってそうだから。でもその主人が死んじゃったからな、屋敷側の人間がどう動くかが予想ができんね。落ち着け、これはあくまで俺の推測だ。ただ見物をしにここに来ただけっていう可能性は考えづらい。とりあえず池田さんの言うように一箇所に集まっていろいろと備えた方がいいみたいですね。だからお前がさ、怖いですよ。自分の部屋に行くって言ったら良くないことなんだよな。またその、もうやめてくださいよ。本当にもしトマスさんとレイモンド卿を殺した犯人が分かったら池田さんはどうするつもりなんですか。犯人が分かったところでこの事態が好転するかどうか分かんねえからな。協力を仰ぐしかないよな。化け物に殺されたらな、犯人捕まえてもどうしようもねえから。で、犯人はどうやらこの島のシステムというか、その臓器売買、売春、生物兵器の実験とかそこら辺に恨みを持ってるから、それに関係してないやつらなんか殺す対象じゃなさそうなんだよ。ねねことか池田とかアキラもそうか。でもそれを犯人側からしたら分かんねえから、無差別殺人の可能性もあるけど、協力はできそうなんだよな。屋敷側とか多分ジェイコブとかなんか売春行為とかしてたっぽいから、あいつは多分復讐対象になってんだよ。でトマスは医者で臓器売買の手伝いとかしてたから、うん、この館の主人はもうもちろん復讐対象だしな。やつが俺たちに協力するかどうかは分からん。ジェイコブさんが言ったみたいに犯人は話の通じるような相手じゃないのかも。今のところそうならないことを願うだけだと。アレックスはどうする。ちゃんとアキラさんと一緒になるのはちょっと怖いですけど。なんでそんなにアキラに、もう池田にバレたんだから、まあ今更だろアキラにバレても。まあ服装を整える程度の時間ですし、なんとか準備ができたらすぐに向かいます。部屋が近いんだよね、アレックスの部屋真向かいだから。だから声がよく聞こえたのか。もうそれは大丈夫ですから。あ、そういえば以前みんなが部屋に案内されてしばらく経った頃、僕が池田さんを呼び止めたことがありましたよね。あったね。あのアウロラもいた時だろ。実は部屋に案内された少し後に、部屋の外からうめき声のようなものが聞こえたんです。俺も聞こえたわ。聞こえた。気のせいかもしれないと思うほどの、今思えば白長ストの悪魔だったんだろうな。僕はそれを池田さんに尋ねようとしたんですが、
忙しかったからな。俺が聞いた声も聞き間違いかと思うぐらいに、小さいものだったと。もしかしてこれも何か事件に関係あることなんでしょうか。わかん、まあ、悪魔じゃね、あいつじゃね。あ、はい、わかりました。まあ確かに手間はかかりますけど、できるだけ男に見えるようにジャケットにも肩パッドとか入れてますし、それなりには大変ですね。あんまり言うとセクハラになるから、もうそこら辺で突っ込まんほうがいい。胸に関しては特に何もしていないんですが。おかげさまで何もしなくてもバレていないようでしてね。このクズ探偵は本当に面白いことを言うな。ここら辺のあれは全然いらないな、マジで。出てけこのクズ探偵、出てけ。こういう日常パートとこのなんか緊迫するパートをこう入れるのは、その落差でなんだろう、緊張感とかが出るからいいんだけど、その入れるタイミングというか入れどころだよな。今もうまさに周りが化け物で絶対絶命で逃げないか、もういよいよ物語終盤でその犯人当てないか必死な時にこういうところを入れられるとちょっと興ざめしちゃう部分はあるわ。一応悲鳴の正体も分かったことだし、アレックスの証言も聞けたと。あとジェイコブの話聞かないといかんね。一応一度部屋に戻った方がいいか。戻るか。ネネコは無事か。ネネコの姿が見当たらない。マジか。おい、ネネコどこに隠れてるんだ。ここにいるわい。あ、いたわ。ソファーの横。池田遅すぎるぞ。ふざけてるのか。どうやって池田を殺そうか、その方法を考え始めていたくらいだ。僕が殺人鬼に殺されていたらどうするつもりだったんだ。まあそれに関しては後で延々と文句を言うとして、結局あの悲鳴の正体は何だったんだ。アレックスやね、アレックス。あーでも黙っててやるのか、今更だと思うけどな。はあ、そんなわけないだろ。超はっきりと事情を聞かないと納得できないのだが。一応約束したからね。まあ島を無事に出られたら教えてやるよ。なんだか嫌な感じだな。ネネコの方では何かおかしなことはなかったか。例えば窓の外に妙なものを見たとか。そんなものは見てない。ずっとここにいて地面しか見てないんだから、妙なものが現れたとしても分からんし。というかそんな怖いこと言うな。アキラたちも遅いな。支度してくるって言ってたけど。部屋を買ってきた。はい、もしもし。いや、なんかウィザーとかなんかいたな。あいつどうなったんだ。どうやらその声の上司だとは。先ほどウィザードだ。ウィザードじゃなくて何やったっけ、名前忘れちゃった。ウィザーズか、ウィザーズ。
君と情報を共有したい。こいつも誰かまだ分かってねえんだよ。先ほど部屋で話したような表面的な情報ではなく、具体的な地下の情報が知りたい。まあ、わざわざ声変えてるってことは多分、まあこの話してるやつらの誰かなんだろうな。私も君に有益な情報を与えられるだ。こっちが正体を表さないっていうのはこっちにも考えがある。やつが誰なのかを自力で暴いてやろうじゃないか。俺は電話機にあるマイクミュートのボタンを押すと。なんだ、いきなり大声出して。アホか、びっくりするだろう。静かに黙ってろ。俺はネネコに口止めをした後ミュートを解除する。ウィザーズは音声がミュートされたことに気づいたかもしれない。具体的に俺が何をしたかまでは分かっていないはずだ。だが確かに受話器からは俺の声は聞こえなかった。なあウィザーズ、いい加減茶番はやめよう。こんな状況で正体を隠し続けてもお互い利益はないはずだ。このままだと皆魚の餌になるのがオチだ。以前も言ったように、我々は単に利害が一致したギブアンドテイクの関係でしかない。必要以上になれるつもりはない。本当か。もし俺がお前の正体を暴くと言ったらどうする。それは警告のつもりだ。これ以上私と協力するつもりはない。そっちが協力的じゃないんだよな。協力しないとは言っていない。だがこんな一方的な関係はごめんだと言っている。信頼関係っていうのは互いに対等な状態で築かれるもんだ。今の状況はとても健全だとは思えない。これは互いを思ってのことだ。私の正体を暴けばきっと君にも不都合が生じることになるだろう。もちろんあの可愛いお嬢様同様に。これ、ネネコのこと戻してんのか。次の電話は俺の方からかけることになるだろう。これは最後の警告だ。ウィザーズも敵か味方か分かんねえからね。決して私の正体を暴こうとするな。なんか機関のものみたいなこと言ってたけど、こいつの目的がわからん。やはり先にこの問題を解決する必要がありそうだ。ねねこ、今からウィザーズの正体を暴く知恵を貸してくれ。よくわからんが、それは明かさない方がいいのでは。向こうにも立場とかなんとかいろいろとあるんだろうし。アレックスじゃないな、多分な。アキラも違うと思う。てか犯人もウィザーズもどっちも怪しいけど、リールとジゼルは怪しいから、ジェイコブがウィザーズの可能性あんのか。いやねえな、ウィザーズはこの島でやってることはなんか知ってて、なんか暴かなきゃいけないみたいな、この島のことを暴く必要があるみたいなことを言ってたから、ジェイコブはそれを利用してるから多分ジェイコブでもないな。誰がウィザーズか。これは池田明、容疑者の一覧か。アビゲイルって誰。リールか、リール、あれ、あれ、まあいいや。でもなんか随分と余計な人間が入ってる気がするんだけど。あれか、アビーか、アビーだね。僕まで入れてるとはどういう了見だ。屋敷の人間ではないよな。だから潜入捜査みたいな言い方してたから。容疑者の絞り込みの出発点は先入観ゼロから入るのが鉄則。
実際にありえない人物が犯人だったケースにも何だか遭遇している。まあそれなら僕が入っているのはいいとしても、池田自身や殺されたトマス、仮想の存在のアウロラまで入ってるのは理解できないのだ。池田しか認識してないからな。どんな可能性でも考えてみる価値はある。それがどれほどバカバカしい可能性だとしても。まあいいけど、それで池田は誰が犯人だと思ってるんだ。犯人、ウィザーズか。正直言ってかなりの人数までは絞り込めてはいる。だが最後の決め手、それがないと。さすがに奴もそう簡単に尻尾をつかませないらしい。初めにウィザーズから連絡があった時の状況、今回の電話の状況を考えると除外できる人は結構いそうだけど、あとさっきの大声、あれ何のためにあんな声出したんだ。受話器の向こうから俺の声が聞こえるかどうか試してみたと。ってことは1階のアレックスは多分あれで、アレックスがウィザーズだったら多分池田の声が聞こえてるはずだから、アレックスではないな多分。それで聞こえたのか。聞こえてない。受話器から俺の声は聞こえなかった。へえ。そうなるとかなりの人物は絞られてくる。だが決め手になるにはまだ遠い。そもそもウィザーズこの名称は一体何の意味があるんだろうか。特に意味とかないのでは。いわゆるコードネームっていうやつなんだろうし。俺がやつに呼び名を教えてくれと言った時、わずかな間があった。あれはおそらくとっさにその場で思いついた名前を使ったんだと思う。つまりウィザーズは元からあるコードネームとは違う呼び名だってわけだ。じゃあ一体何から名前を取ったっていうんだ。額面通り受け取るなら魔法使いといったところだ。だがウィザードではなく複数形のウィザーズっていうのが奇妙だな。ねえ、こう何かウィザーズという言葉について思い当たることはないか。上級ハッカーのことをウィザードと言ったりするけど、他には NBA チームにワシントンウィザーズってのがあるな。あとちょっと言葉は変わるけど、ニュージーランドにウィザーヒルズ山脈ってのがあって、その下でウィザーヒルズっていう白ワインが作られてたりもする。あんま関係なさそうだなそれはな。いやあんまり有名じゃない。値段も普通で、どちらかというと大衆酒って感じのワイン。ウィザーヒルズ関係ないと思うけど、やつはきっと何かから連想してウィザーズという名前にしたはずだ。おそらくそれはきっと無意識のうちに己の素性と関連することを使ってしまった可能性が高い。つまりそれが何か犯人断定の重要なヒントになるってことか。いやこいつの推理結構当てつっぽうなんだよな。本当かどうかわかんねえけど、そうじゃない可能性もあるのに、それがさもなんか当たり前かのような推理の仕方があるような気がする。だとしても一体何から取った名前なんだろう。魔法使いハッカー NBA にはいい。ほっとするともしかして誰がウィザーズなのかが分かったのか。俺の予想、池田は分かったらしい。ウィザーズが誰、この中の誰がウィザーズなんだ。教えてくれ。え、これ選べってこと。あ、トマスは死んでる、ネネコは違う、アウロラは仮想の存在、ヴィンセントとアビゲイルは館の人間、ジェイコブはどっちかというとお客さんだから利用者だから多分違う、池田はもちろん違う、アキラも多分違うだろ、でアレックスも違うってことは、リール、ジゼル、この2択なんよな。で俺は
リールかジゼルが殺人犯と思ってるんだけど、ウィザーズ機関の人間、どっちが犯人かなって考えた時に、復讐、売春とか臓器売買とか研究の犠牲になった人の復讐だと考えると、なんか素性が明らかになってない方が多分犯人の可能性が高いと思うから、ディールはなんかね、お医者さんのうんたらかんたらみたいなこと言って最初の船で会った時にちゃんと素性を言ったんよな。ジゼルも一応言ったけど、こいつはアキラのなんだろう、お手伝いさんで、その前のことはあんまり分かってなかったような気がするし、なんかインドの血が入ってるみたいなこと言ってたから、ワンチャンそこのインドとかでなんか妹とかお母さんとか家族がなんかこの島になんか売買されたとか、そういう感じで、もしかしたらその血縁関係の復讐をしてるんじゃないかなっていう。リールも同じことが言えるんだけど、リールとジゼルだったらジゼルの方が怪しいかと思うから、でもリールも怪しいから、ウィザーズ、そうだな、心臓が抜いてあるんよ、だから心臓抜けるの医者のリールっぽいから、リールが犯人の可能性もあるんだよな。ちょっと一回ごめん、ジゼルにしてみるか、ウィザーズ。犯人、ジゼルの方の可能性も高いんだけどな。ジゼルか。なんでジゼルがウィザーズだと思ったんだ？消去法かな。勘。なんだそりゃ。さっきまでの推理してるような雰囲気は一体何だったんだ？いや待てよ、そういえば確かさっきアキラはジゼルと一緒に部屋にいるって言ってたな。ジゼルに電話をかけるような時間、ああそうか、今ジゼルはアキラと一緒にいるから電話をかけれないか。ああ、じゃあリールかな。そしたら確かにアキラってジゼルにべったりだし、うん、アキラに邪魔をされないようにこっそりと電話をかけるのって結構難しい気がする。全然ダメじゃないか。ごめん、しっかりしてくれ。ごめん。じゃあウィザーズが他の人間だとしたら一体誰の可能性が高いんだろう。高いんだろうな。白ワインのウィザーヒルズから名前を取ったとしたら、ジェイコブがウィザーズとか。ああ、まあ酒が好きだもんな。でも酒にうるさいジェイコブが真っ先に大衆種の名前を思いついたりするかな。そもそもジェイコブはお客さんやけん、ウィザーズじゃないと思うんだよな。どっちかというとこのなんか機関がどうたらこうたら言ってて気をつけろみたいに言ってたし、多分この島でやってることをよく思ってない調査する側の人間っぽいよな、ウィザーズは。だからジェイコブじゃないと思う。じゃあこの際直接ジェイコブにコンタクトを取ってみるのも手か。え、ジェイコブの部屋にダイヤルコールをする。妙だな、繋がらないみたいだ。着信拒否してるだけなんじゃ。ジェイコブ死んでるだろ。システム的な意味ではなくて感情的な意味で。ジェイコブの部屋まで行ってみるか。ネネコはどうする。僕そりゃついていくに決まってるだろ。あの置き去りの恐怖をまた味わうのはごめんだ。やっぱりどうしようかな、やめようかな、行こうかな。早くしてくれ。行く、ついていく。あ、と思ったけど、やっぱりやめる。やっぱりついていく。いいような、めんどくせえ、やめようかなの半々というか曖昧な感覚。おい！
またこのボタンか。冗談もいい加減にしろ。なんで置いていくんだ。まあ確かに言われながら意味のわからないことを言ったような気もするけど、ジェイコブが生きてるかどうか謎だしな。俺ウィザーズ、ジェイコブじゃないと思う。ジゼルが違うならリールかな。あのやっぱり置いていかれるのは怖いのでついていく。ジェイコブの部屋は203号室真ん中の右の部屋だった。絶対怒られそうな気がするな。それにジェイコブは素直に認めなさそう。あ、そうなったとしてもやりようはある。数分後にはきっと自分から喋らせてくれと懇願していることだろう。あ、恐ろしいこと言うな。冤罪の。ジェイコブ、少し話がある。開けてくれないか。反応ね。反応ない。あ、もうこれ死んでるわ。ジェイコブ。いいですか。扉に鍵はかかっていない。ああ、もう誰か入ってやられてるわ。もう見たくね。嫌な予感がする。嫌な予感がする。これはネネコと同意見。確かに用心した方が良さそうな感じだ。ネネコ離れてろ。死んでるわ。ジェイコブ。ちょ、セーブするわ。ジェイコブは死んでいました。鋭い刃物で頸動脈を切られている。即死だな。血痕がほとんど首元に集中しているのは抵抗する間もなく殺されたからだろう。不意をつかれたか、あるいは相手が警戒するような人物ではなかったからか。頸動脈から流れ出している血液はまだ固まりきっていない。体に熱が残っていることから考えて殺されてからまだそれほど時間は経っていないと。首元の傷は明らかに刃物によるものだ。これは化け物の仕業じゃない。犯人に殺されてるな。おそらくレイモンド教とトマスを殺したやつと同じやつの仕業だ。手口の鮮やかさから見てやつはかなりの腕だ。間違いなくプロだと考えてよいだろう。プロ。ジェイコブが殺されたのはおそらく十数分前。まだやつは殺害の痕跡を残したまま近くに潜んでいるかもしれない。もう嫌だ。なんでこんなことに。こんな島来るんじゃなかった。それを言っちゃおしめよう。とりあえず今は他のみんなと合流しよう。でもそれは今人を殺したばかりの犯人と鉢合わせになるってことだろ。いやな、交流するのは危ないって。確かに危険はある。すでに奴の行動は自分の正体がバレても構わないほどの大胆さになっている。現場に鉢合わせたら襲われる可能性は高い。だからこのまま奴を放置すれば次にその矛先を向くのは俺たちだ。それに時間もない。一番の危険は俺が浮き寄る。慎重に2階の連中を1箇所に集め互いに監視させる状況にする。殺害犯は誰であるのか分からない現状、その方法が最も犯人の行動を抑制できるだろう。その後電話で1階のアレックスを呼び出せば危険性はほとんどないはずだ。その状況下で犯人が誰であるかを暴く。まあ確かにそうかもだけど、なるべく危険が及ばない方法を取るつもりだ。安心してくれ。もうでもなんか嫌な予感するな。池田がそういうのなら信じるけど。で、誰かが襲いかかってきたらすぐに逃げ出して俺の部屋に戻れ。分かった。アキラ、俺だ。外に出てくれないか。少し聞きたいことがある。うん、ああ、ちょうど今そっちに向かおうとしてたところだったんだけど。どうしたの？そんなに怖い顔して。アキラは毒蛇に襲われたし噛まれたし
なんなら1デスしてるからこいつは犯人じゃないと思うんだ。何かまずいことでも起きたの？ショックだよ。10分ぐらい前この辺りで不審な物音つながった。物音？なんかさっきから同じような話ばっかりしてる気がするけど、別に聞いてないわよそんな音。アキラはずっとジュエルと一緒だったか？いえ、まあ結構ドタバタしてたからずっと一緒ってわけじゃなかったと思うけど。ジゼルは犯行可能だな。これ何この尋問みたいな質問。今度は何が起こったっていうの？ジェイクが殺された。はえ、ちょっと待って、あの男が殺されたですって。アキラさんはさっき出て行った時あんな男殺されればいいって言ってましたよね。まあ、だからといってアキラを別に怪しんでるってことはないんだけどな。一体いつどこで？10分前くらいの話だ。遺体はつい今しがたジェイコムの自室で発見した。もう一度聞くが、アキラとジペルは10分前この部屋の中にいたか？ちょっと待ちなさいよ。こっちにも心の整理ってもんがあるんだから。荷物のやり取りとかで部屋を行き来してたからジゼルとは別々だったと思うけど、でもあの男のところに忍び込んで殺せるほどの時間なんてなかったわよ。あ、短い時間しか離れてないって。ねえ、そうよねジゼル。はい、確かにお嬢様と私は別れてそれぞれの部屋の中にいました。じゃあダメなのか。時間としては十数分程度だったかと思います。十数分ありゃ同じ2階のジェイコブの部屋にパッて行って殺すことはできないのかな。死体もそのままだったし。俺はアキラとジゼルの服装に意識を向ける。2人の手や袖口には血痕らしき痕跡は見当たらない。犯人が凄腕だったとしても十数分前に頸動脈を切り裂いていればよほどにうまくやらない限り袖等に血痕が残留している可能性高い。ついてないね。となるとこの2人は犯人ではないという。なんか方法が、ビニール袋をかぶったらできない、できんか。だからそうなると残りの容疑者リールとアレックス、この2人のうちのどちらかが犯人ということになる。本当に犯人は俺たちの中にいるんだろうか。外部からの犯行の可能性は。まずいな、状況が混乱している。ねえ池田、あんたがジェイコブの死体を見つけたって言ってたけど、それ本当の話なんでしょうね？本当です。ああ、死体見せないといかんか。もしかしてあんたがジェイコブを殺したなんてことはないんでしょうね？俺が疑われるのか。おいおい、俺はずっと1階にいたし、そもそもジェイコブを殺す動機がない。島の関係者を皆殺しにするため誰かに雇われたとか。確かに池田は結構なクズだけど、さすがにそんな下道なことはしないって。ネネコも共犯ってことになるよな、一緒に行動してるから。ネネコ、あんたは池田側の人間でしょ？あら、そんな証言なんか悪くなってきたな。とても信用できないわね。疑心暗鬼になっちゃったわ。あんな協力的だったのに、アキラ。相当に不信感が生じていると。まあ、ジェイコブが殺された今となっては、招待客は残り6人だ。俺を疑いたくなるのも無理はないと。疑いたくなる気持ちはわかるが、冷静になれ。俺が犯人だとしたら、ジェイコブ殺害の情報をお前たちに伝えるメリットはない。そのうちみんな俺の部屋に集まることになってたんだからな。わざわざ不信を煽るような真似をして、何の意味がある？それもそうね。そうだな。でもそうだとしたら犯人は一体誰だっていうの？私とジゼル、池田とネネコが犯人じゃないとしたら、アレックスかリール、もう2人しかいないじゃない。リール、でも今から調べるんだよ、慎重にな。だからこそ協力してくれ。だってそしたらウィザードは誰になる？俺ウィザードリールと思ったんだよ。まあ、ジゼルはあの時一緒に電話できなかったと考える。でも十数分アキラと
離れてたらできるか電話。いやでもいつアキラが部屋に入ってくるかわからん状況で、池田とさ俺はウィザーズだとか言って電話しできないと思うみたいな。だからジゼルはウィザーズじゃないと思うから、消去法で言ったら多分ディールがウィザーズだと思う。そしたらアレックスが犯人になっちゃうんだよな、この二人が犯人じゃないとしたらね。わかったわよ、協力するわよ。わからんな、本当に危険がないって言うのならね。よし、ならアキラそのまま扉を開けたままの状態でいてくれ。俺が今からリールを呼び出す。わずかでも異変が起きたらネネコを部屋に引き連れて扉にロックを開けろ。あ、今これ池田はリールが怪しいと思ってるのか。え、それってもしかしてあの女が犯人ってこと？まだ分からんけどな。現状では全ての人間が容疑者だ。リール、扉を開けてくれないか、少し話がしたい。リール出てきた。一番第一印象で言ったらリールが犯人っぽいんだよな、俺の勘が。こいつ怪しいんだ。ただジゼルも怪しいんだ。あのアキラがあの通信室でダイジャを投げ入れられた時にジゼルいなくなってたんだよな。なんかヴィンセントに呼ばれてなんか席を外していたみたいなこと言ってたんだけど、それが本当かどうかもわからんし、なんかさ怪しんでた館の人間のことを怪しんでたんだよな、ジゼルと警戒してたんだよな。だからそしたらアキラを守るために通信室の前から動かないと思うんだよ。それなのにいなくなったってことは、俺は蛇を投げ入れたのはジゼルじゃないかなって思ったから、ジゼル怪しいなと思ったんだけど、ジゼルと、まあ、最初の勘でリールも怪しいなと思ってたから、ジゼルかリールが犯人かと思ったけど、ウィザーズがリールなら犯人はジゼルだと思うんだけど、でもさっきアキラとこのジゼルの話を聞いたら十数分しかはあの離れてないと、で袖に血もついてないって言ってたから、まあ、そしたらアレックスになっちゃうんだよ消去法で言ったら。多分ウィザーズはリールだと思うから。あの悪いとは思ってたけど扉越しに全部聞いちゃったわ。あ、全部聞いてんのか、話早いな。私はずっと部屋の中にいたんだけど、でも証人なんていないし、一人行動が多いね。これはあまり説得力のある話じゃないでしょうね。医者である、まあ、検視とかしてるから、嘘とかもつけるわけよな、死体のその検視のことを。でも、まあ、嘘ついてる感じはなかったけど、一人行動してる時間が多いのと、あと何ていうのかな、もう確か一度アキラちゃんの声が廊下の方から聞こえたように思うけど、なんか言葉で表せないけど、こいつのなんか怪しい感じはすごいあったんだよな。俺その過去のこの白長草のこの動画見てくれたら分かるんだけど、ずっとリールのこと怪しい怪しいって言ってたから、犯人じゃねえならウィザーズだと思う。あとはほとんど外の風の音に紛れて、今でも池田はリールが犯人何も聞こえなかったと思う。疑ってんのかな。ごめんなさい。な、何言ってんのよ池田、騙されないで。その女は私に疑いが行くように仕向けてるのよ。落ち着けよアキラ、リールは外からお前の声が聞こえたなんて言っただけだ。犯人だなんて一言も言ってないだろ。なんだか私が疑われているみたいだけど、状況から考えてアリバイがないのはアキラちゃんも同じでしょ。確かに言ってることは真っ当だな。私たちにはあの男を殺すだけの余裕なんてなかったわよ。疑わしいのはどう考えてもそっちでしょ。お互い自分は犯人じゃないって分かってるから、その推理が成り立つわけで、第三者の俺からしたらどっちも怪しいんだよ。アキラは多分違うと思うけど、毒蛇に襲われてたし。よさないか、いがみ合えば犯人の思うつぼだ。
あれも自作自演で蛇を自分に差し向けたとかないよな。いや、ないない、それはない。死んでるからな、あと一回。やつは生半可な腕じゃない。あの殺害方法、あれは超実践的な暗殺術だ。背後を取り、口を塞ぎつつ、右手のナイフで頸動脈を切った。なんで池田がわかんない、それ。こっちも冷静にならないと奴に対抗はできない。ともかくこうなった以上このままアキラの部屋に集まった方が良さそうだ。ディゼル悪いが電話でアレックスにこの部屋に来てくれるように伝えてくれないか。一人でこの部屋に来る分には危険は少ないはずだ。わかりました。おかしいですね。出ねえのかアレックス。ウェルナー様の部屋に電話がつながらないようです。マジか。話し中のように電話が応答しません。やばいな。アレックスも死んだか。まさかあいつも犯人に襲われたってこと？なんかかまいたちの夜のサバイバルゲームみたいになってきたな。みんな死ぬのかこれ。もしかすると例の化け物に襲われたって可能性もある。どうやら俺が様子を見に行った方が良さそうだな。また一人で行くのはやめた方がいいと思う。じゃあ私たちはこの4人で1箇所の部屋に集まるってわけ？犯人が誰なのかもわからないのに。大丈夫だ、数分の辛抱だ。これアレックスが無事なようならすぐに戻って。これ戻ってきた時全員死んでるとか見えよな。みんなは4隅に分かれて互いに手を挙げて向き合え。もしも手を下ろそうとした人物が現れたら残りの3人でその人物を抑え込みます。そんな簡単に言うけど、そんなんで本当にうまくいくの？なんだろうな。俺は数分でこの部屋に戻ってくる。さすがにその状況下では犯人も無茶はしないだろう。わかったわ。そうやって用心しておくわ。でも池田さん、なるべく早く帰ってきてね。本当誰が殺人犯かわからないんだからね。本当に早く帰ってきて。ディゼルがウィザーズの可能性。電話できないもん。じゃあやっぱリールがウィザーズだ。そしたら犯人はアレックスかディゼルやってる。アレックスはどうなったんだマジで。さてとこれで2階の方はいい。あとはアレックスか。でもアレックスはさっきのあの女の子イベントあったから犯人とは考えづらいんだよな。グズグズしてる暇はない。アレックス俺だ。無事か。ドアを開けてくれ。いたわ。何ですかいきなり。びっくりしたな。ちょうどこっちから行こうとしてたところだったんですけど。無事だったか。ならなんで電話が繋がらなかったんだ。電話が？部屋の電話は問題なかったと思うんですけど。どうしたんです？また何かあったんですか？誰かが電話いじったか。詳しい話は後で話す。とにかくついてきて。これもしさ電話いじってんならそれ犯人池田をここから話すためにやったとしたらリールが嘘ついてたか。そしたらリールが犯人になるけど。あ、はい、わかりましたけど。戻ったらみんな死んでるとかないよ。歩きながらでも状況を説明してくださいね。リーダーの担当直中に言う。ジェイコブが殺された。今みんなを一箇所の部屋に集めているところだ。ジェイコブさんが またあの殺人犯に殺されたってことですか？それでお前の部屋の電話が繋がらなかったからこうやって俺が迎えに来たわけだ。俺はてっきりアレックスが犯人に殺されているか何かで電話が繋がらないかと思っていた。そんな怖いこと言わないでくださいよ。こっちは池田さんと別れた以降特に問題はなかったですってば。いやアレックス犯人じゃねえと思うんだ。だからやっぱりディール、ジゼル、アキラ、まあ、アキラは犯人じゃねえならディール、ジゼルだ多分。やべえ、電気が落とされた。停電。まずいな。上の部屋にも早く戻らないと。
上の部屋行ったら死んでるだろみんな。早く戻らないとって言われてもほとんど真っ暗で何も見えないんですけど。いや、どこ触ってるんですか。え、これ明かりが戻った。なんだ、壁か。紛らわしいな。お前もうビビらせるようなこと言うなよ。あれ、俺はもうあの白長ストの悪魔が出てきたかと思ったわ。はよ上に向かうぞ。え、今の音って銃声。銃声だね。廊下に異変はないが何か起きたのは確かだ。何かとてつもなく嫌な予感がする。頼む、無事で会ってくれ。ナイフ持ってる。あ、違う、僕じゃない。僕じゃ、池田、これみんな死んでない？助けて。この状況は一体どうなっている？何が起きた？さっきの銃声は何だったんだ？部屋の中にはナイフを持ったネネコ、血まみれのアキラとジゼルの姿がある。リールが犯人？リールはどこだ？ねえ、これ一体何が起きたんだ？俺推理間違ってたな。リールがウィザーズかと思ったけど、部屋が突然暗くなって何かが動く音と銃声が聞こえて、気がついたら気がついたら僕がナイフを握ってて、でも僕じゃない。助けて池田。とにかくそのナイフを俺に渡せ。クソ、またか。また明かり消された。いや、こいつは全て奴によって仕組まれた。直後暗闇の中で何かが素早く動く音が聞こえた。間を置かず背後から生ぬるい液体が降りかかる。暗闇の中わずかにうめき声が響く。それらが何であるかを考える間もなく、俺は脇腹に鋭い衝撃を感じた。刺されちゃった。遅れて強い痛みが走る。突然の暗闇に目が効かない。反撃を行うが攻撃は宙をつく。わずかに見えるその影を、俺に向かってナイフをもう一度突き立てる。俺は耐えきれず床に崩れ落ちる。俺は再び振り下ろされたナイフをただ闇雲に振り払おうとする。直後胸元にナイフが突き刺さる強い衝撃を感じた。俺は激しく吐血する。ああ、これ殺されちゃったわ、犯人に。リール、いけだ、アキラとジゼルは倒れてたんだよな。これ死んだふりしてる可能性もあるんだよな。あ、そうか、全ては間違いだった。俺の推理は根本から間違っていたということだ。こんな最後になってやっと犯人の正体に気づくとは。俺は移りゆく意識の中ネネコのことを思った。あ、目が見えた。終わった。ジェイコブが殺され、これウィザーズ犯人当てからしないといかんから、こっからやな。あ、これ飛ばすわ。あれ、僕全部つかないかんか。ちょっとごめん、飛ばすわ。まあセーブしとけよかったな。いや、その顔がまっ、ウィザーズ誰かってとこまでやるわ。探す、それで間違ってたからバッドエンドに行っちゃったね。どま、出てけー。最後、まあ、状況から見たらリールが犯人なんだけど、さっきね、ウィザーズは誰かっていうやつで、ジゼル選んだんだよ。そしたら、いや、ジゼルは
アキラと一緒にいたから、なんだろう、あの違うんじゃないみたいな、ネネコと会話してて、あそうだねって言って、じゃあウィザーズはジェイコブじゃねっていう話になって、ジェイコブの部屋に行ったんだよ。そしたらあんな風になったから、ジゼルはウィザーズじゃなかった。教えてくれ。これで間違ったから、あのバッドエンドに行ったから。俺はジゼルジかウィザーズじゃないならもうリールしかないんだけど、最後犯人誰なの？ジゼルとアキラが倒れてたんだよ。まあリールにするか。俺はリールの名を指し示す。リール？状況からしたらリールかな。まあありえなくないかもしれないけど、リールが潜入捜査官ね。俺がリールをウィザーズだと推理したのはちゃんと理由がある。まず状況、会話の内容から考えて、俺とネネコ、屋敷の連中、トマス、アウロラがウィザーズである可能性は限りなく低い。は同意。まあそりゃそうだろう。逆にそれ選んだら軽蔑するわ。だから消去法で言ったらジゼルリールになったんだけど、ジゼルじゃなかったからもしリール選んだんだけど、いや脳の出来を疑うレベル。次にさっきの大声だ。あれで一名を除外することができる。これアレックスやね。あそうそう、あの大声って一回だったら何の意味があったんだ。アレックスがウィザーズだったら多分池田の声が聞こえてたはずなんよ。1階の室内で起きた大声は2階の人間には聞こえないらしい。逆に1階の部屋にいる人間にはあの声が聞こえる。つまりアレックスはウィザーズじゃない。電話口からは俺の声は聞こえなかった。つまり、うん、1階にいるアレックスはウィザーズ候補から除外されるってことか。そうなると残りはアキラ、ジゼル、リール、ジェイコブ。この中で当然アキラ候補から除外される。はじめに電話を受けたとき、お前たちは車にいたから、アキラは電話をかけられるはずだね。うん。アキラは外せる。ジゼル、リール、ジェイコブ、ね、で。ジェイコブは潜入捜査とかじゃなくて、利用者だからジェイコブも外せるよな。ああ、あの変態が僕たちを覗いたときか。二択なんよな、ジゼルとリールの。で、俺が二択でジゼル外したから、もうリールしかない。確かに僕たちは風呂場にいたわけだし。アキラがウィザーズの可能性はないだろうな。そしてアキラはさっき出会った時、ジゼルと一緒に部屋に戻ると言っていた。アキラとジゼルが同じ部屋にいたとすると、俺に電話をかけるのは難しい。まあでもまあそう、まあ確かにアキラはジゼルにべったりだし、少しの間ならまだしも長電話するのは難しそうな気がするな。こうなると残りのウィザーズ候補は2人、ジェイコブとリール。ジェイコブとリールなら、そりゃまあリールかな。あのアルチューが潜入捜査官ってのはありえなさそうだし。そうやって潜入感を持つのはごはっと。ちゃんとジェイコブがウィザーズであるという可能性を考えた上で推理しなきゃならない。そうだとしても、これ以上絞り込む要素とかあったっけ。まあここからは本人を交えて話をした方がいいだろう。俺はリールの部屋にダイヤルコールをする。さっきと展開が変わったな。はい、もしもし。少し話をしたいんだがいいかな。あ、池田さん、さっきの悲鳴の件は解決したの？話ならもちろん構わないけど、何の話？できれば一人で俺の部屋に来てもらいたい。問題ないか？構わないけど、何かあったの？詳しい内容を聞かないとちょっと怖いんだけど。詳細はまたこっちで話す。できるだけ早く来てもらえるとありがたい。分かったわ。じゃあすぐそっちに行くわね。いきなりリール呼ぶなんて随分危ないことするな。もしも間違ってたらどうするつもりなんだ。刺されたりすることないよな。
その時は謝るだけだ。そんな気軽に言ってめちゃくちゃ怒られても知らないぞ。池田さん、リールだけど中に入っていい？どうも池田さん、話って何？それも私と個別に話をしたいだなんて。何かあったの？リール、お前がウィザーズなのか？お前がウィザーズだな。ウィザーズ？何それ、ちょっと話が見えてこないんだけど。違うの？まあいいから少しだけ俺の話を聞いてくれ。俺はリールに向かってこれまで推理した内容を伝える。真っ先に除外される人物、そしてウィザーズの可能性が低い人物。ただある理由からアレックスを除外した一件の内容は濁して伝えた。これらの情報によってウィザーズ候補は2人まで絞り込めた。つまりジェイコブとリール、その2人だ。ではその2人のうちどちらかがウィザーズなのか。ここで次に俺はウィザーズという名称自体に注目した。半数件のウィザーズではなく、わざわざ複数件のウィザーズの名を選んだのは妙だ。おそらくこの名前にウィザーズの素性に関わる重要な情報が隠されている。お、そうか。いや、それは一体何か。そんな絞り込むような要素あったっけ？俺もわからん。白ワインのウィザーヒルズとか。みんな言ってるよな。そう、まずはこのその可能性。ジェイコブがとっさに白ワインから名前を思いついたという可能性だ。だがジェイコブは主に高級酒を好む酒にうるさい男。来週酒の名前を真っ先に思いつくとはどうにも考えない。ここで俺は次の名称を注目。 NBA チームワシントンウィザーズ。このワシントンという地名、確かに俺は以前この名前を聞いた覚えが。あ、リールはワシントンで内科医をしてるって言ってたもんな。あー、でもそうだからといってリールがウィザーズだってなるか。潜入捜査官は通常任務に支障がない場合は本人の出身地をそのまま利用すると。下手に仮の出身地を設定した場合、その地域に詳しい人間との会話でボロが出る可能性があるからだ。おそらくリールの出身地は本当にワシントンってことなんだろう。そのためとっさに呼び名を作ろうとした時、馴染みのある名称を使ってしまった。今回出身地をそのまま伝えていたのがアダになったというわけだ。って感じだな。あのちょっと待って、少しいい？でも仮に私をその情報でウィザーズってのに断定するとしても、ね、根拠としては弱くないかしら。でもその二択ならジェイコブはウィザーズじゃないんだろうっていうのは分かるよな。それだとジェイコブさんが私に容疑が向くように芝居を打った可能性も残るじゃない。いや確かにウィザーズを名乗った際間はとっさに思いついたという様子だった。芝居にしても上手すぎる。これも当てずっぽうなんだよね。あくまであなたの感想ですよねっていうふうに言われたらそうですねってなるから、本君としては弱いんだけど。それに容疑を向けるにしても NBA チームの名称を使うっていうのはどうにも不確実な方法だ。普通それからワシントンを連想させるのは難しいだろう。それに実はもうリールがウィザーズだという決定的な証拠がある。おお、決定的な証拠。さっきの電話の際、一瞬音声がミュートにされたことを気づかなかった。実はあのミュートした時、俺はネネコに頼んでアレックスの部屋から各部屋に向かって電話をかけてもらったんだ。そして話し中だったのはリール、お前の部屋だけだった。へえ。そんなの子してそんなことしてたっけ。こいつは随分とかしな話だ。あの時電話を使っていたのは俺とウィザーズだけの話だった。リールの電話が話し中だとしたら相手は誰だ。一体全体誰と話をしていたっていうの。他の客室には電話がつながったんだぜ。え、そんな私の部屋の電話が。それは何かの間違いなんじゃ。
いい加減白を切るなよ。もう観念するときだ。さあ正体を表せウィザーズ。これハッタリかな、それとも本当にしたのか。ハッタリっぽいけど、あのニュートンはそういう意味があったのか。ああ、認めたわ。リールがウィザーズか。まんまとしてやられたってわけか。だが私は言ったはずだぞ、決して私の正体を暴こうとするな。やはりお前がウィザーズか。あれが実はお前は今この瞬間までしてやられたなんて、してやられてなんていない。やっぱハッタリだなこれ。なんだと、どういう意味だ。エネコが一人でアレックスの部屋に行って電話かけるようになってなんかあんまりあできんだ。やっぱハッタリか。なぜいきなり僕がめちゃくちゃにけなされるのだ。確かに実際そんなことするのは無理だし、やらないとは思うけど。今の話はブラフか、小賢しい真似を。ハッタリし引っかかっちゃった。よく言う。くそ、自分の無能さに腹が立ってくる。話してやるのはいいが、酒はないのか。正直酒を飲まないとやってられない。さっきのバッドエンドでさ、ビールいなかったじゃん。アキラとジゼルが死ん倒れてたけど、ディールは何してた。以前取ってきた良い酒がある、そいつを飲みながら話をするとしよう。平つく男だな、池田さん。これはね、俺もそう思う。池田はマジでイラつく、なんか鼻につく。感情移入できねえ。酒に毒は入っていないだろうな。うん、なんか性格が変わったな。うるさい、私の性格なんてどうでもいいだろ。さあ聞きたいことがあるのならさっさと聞け。だが私の立場上どうしても喋れないことはあるから、それは理解しろよ。ディールの正体について。ディールは結局一体どこの組織所属なんだ。どうしても喋れないことがあると言ったはずだ。そう簡単に所属なんか話すことができるか、バカ。招待客に成り代わった方法くらいは教えてもらおうか。お前はおじとやらの招待状を使ってこの島に忍び込んだんだよな。また喋りづらいことを聞くやつだな。まあいい、確かに私の招待状は本来ショーン・ベクスターという男が受け取り人だった。だがその男が全くの別件のごたごたでヘマをしてね、私たちの網にかかったんだよ。こちらとしてもちょうどこの島に潜入捜査官を派遣したいと思っていたところだったから、協力という形で今回の招待状の件を利用させてもらったというわけだ。奴は今急病で入院していることになっている。この屋敷に関わる連中はかなり用心深い。招待状を受け取った親族というだけでは連中を信じ込ませるのは難しいだろう。ディールの素性はどこからどこまでが本物なんだ。ワシントンで医者をしていたというのは本当だ。まあもちろん現役ではないし、やっていたのもせいぜい1年程度の話だが。なんだそんなことを聞いて何になる。別にそれなりだったと思う。なんだなんとなくムカつく感じがするんだが。今の情報、残念だがこっちに大した情報はない。今まで3名の捜査官が潜入して2名が消息不明、戻ってきた1名も島に関する詳しい情報はつかめなかった。私たちがつかんだのは違法売春と臓器売買、そして
何らかの兵器開発を行っているという程度の情報だけだ。そこまで分かってんならね、違法売春と臓器売買のネタがあるならその時点でこの島の告発は可能だったんじゃないか。なぜそれをやらなかったんだ。この島に関わっているのは政治家、財界人など大物ばかりだ。あまりにも相手が巨大すぎると通常のやり方で実情を暴くことは不可能だ。それに彼らが欲しがっているのはあくまでもこの島の研究技術だ。そのためなら売春や臓器売買なんてどうでもいいってことなんだろう。あるまでも、あ、そうか、こっちが本命じゃないもんな、売春や臓器売買。だからそんな不確かな情報に固執する理由がわからん。大量破壊兵器がこの島で開発されているという情報をつかんだとしても普通そこまで執着するか。どうにもきな臭い。お前らの条約は何か隠してるんじゃないか。上役、正直それは私も疑っている。あ、待て、これは内密な話だぞ。こんな発言が漏れたら私の立場が危うくなる。これは私の推測だが、ひょっとするとお客さんがいるのか。我々の上層部の中にこの島の研究を見た顧客がいるんじゃないか。そう考えている。つまり何らかの研究を見た上層部はその技術がどうしても欲しくなった。だが上層部が自らその詳細を暴露すれば自身がこの島の顧客であったことを自白するに等しい。そのため大量破壊兵器の話をでっち上げ、組織を使ってこの島の技術を我が物にしようと画策したと。単なる政策だが、そう考えないと一連の行動の辻褄が合わない。だがそうだとすると、私たちは私利私欲のための捨て駒だということになる。正直面白くないな。いや、みんなやつだな。もう私はこうやって泥の中で生きていくしかない。普通に生きるには汚れすぎてしまった、とてもお前がまともな生活をしているようには見えないんだが、まあ一応頭の片隅には入れておく。行くことはないだろうがな。殺人犯の情報、トマス殺害前後の行動に関して具体的にリールが何をしていたかを教えてほしい。会場に向かう前、私はジェイコブと一緒にラウンジで酒を飲んでいた、うん、あのバカは言わせると何でも喋る。情報を引き出すには持ってこいだからな。なるほどな。通りでよくジェイコブとつるんでいたはずだ。俺はジェイコブが無理やりリールを誘っているもんかと思っていたが、お前の方から近づいていたってわけか。ストレスのたまる話だが、これが私の仕事だからな。向こうはかなり酩酊状態のようだったが、私は行動に支障が出ないように狩猟を抑えていた。メイドのアビーが会場の準備ができたと伝えてきたので会場に向かった。それにしては随分と遅かったんだな。確かリールたちが会場に着いたのは最後だったはずだ。そうだよな、ネネンコ。そうです。ああ、実は一度客室棟に戻って忍び込もうかと思ったんだよ。それで橋の方に向かったんだが、あの重い鉄の扉が閉まっていることに気づいてね。時間的に厳しいと考え諦めて会場に戻ったというわけだ。その後私を待っていたのか、それともただの長いトイレだったのかは知らないが、再びジェイコブと遭遇したので、そのまま二人で会場に向かった。これが当時の私の行動だ。扉は閉まっていた。他に回路に異変は感じなかったか。異変？橋が特にそのあったかかったとかじゃないかな。ああ、いや、そういえばあの鉄の扉、前に見た際には確かに開いていたと思うんだが、誰かが閉めたということなんだろうか。その扉が開いていた。そいつはいつの頃だ。あれは確かジェイコブの酒癖に嫌気がさして、化粧を直すふりをして
そのまま部屋に戻ってやろうかと思った時だな。時間帯はそうだな、アビーがまだ会場の準備のことを伝えていなかった頃だから、みんなが会場に集まるよりかなり前だと思う。だいぶ前に開いてたんだ。その時には扉は開いていて、後に回廊に行った時には扉が閉まっていた。そうなるな。その間に誰かが扉を閉めたということだろう。開いていた扉の、鉄の扉を誰かが閉めた。おそらくは 何らかの意図を持って。あんな扉を閉めることに何の意味があるんだろうな。これ以上私が知っていることなんて。いや待てよ。そうだ、そういえばなぜかこの島の研究は10年前から突然停滞するようになったらしい。10年前か。それまで活発だった特殊薬品等の物量の流れが鈍ったことからそう推測したようだが、原因は不明だ。10年前何かあったっけ。その頃に何かが起きたってことか。資金が尽きたとかかね。いや、売春や臓器売買の動きは変わらずに活発だったようだし、強力なパトロンも多数存在していたはずだ。資金が枯渇した可能性は低いだろう。なんだ、何があって研究が止まったんだ。一体何が起こって研究は停滞したんだ。何か研究に必要不可欠な要素、あるいは重要な研究員の消失。待てよ、ひょっとしてそれと今回の殺人はつながっているんじゃないか。容疑者 X が屋敷の連中と交渉できるその理由は、その時に失われた何らかのキーを持っていたからじゃないか。可能性はあるな。停滞する、あるいは停止してしまった実験を再稼働させる重大要素なら、連中も交渉に乗ってくるだろう。全くわからん、この辺の話は。ひょっとするとそれが例の解除キーなのかもしれないな。解除キーあるのか。本当に同時にそれはヴィンセントたちが反乱を企てる理由にもなるだろう。だがなぜ容疑者 X がそんなものを手に入れることができたのか、その疑問は残るな。今回この島の研究と容疑者 X とは何らかのつながりがあると見てよさそうだな。トマスやレイモンド教の死因や殺害状況に関して何か気になった点はないか。一応こっちも検視に関しては真面目にやっているつもりだ。隠し事はしていない。検視は真面目にやってんだ。トマスは焼死、レイモンド教は拷問された上での失血死だ。トマスは火のない場所で焼死し、用心深いはずのレイモンド教はあっけなく殺害された。潜入捜査官の視点から考えて何か思い当たる殺害方法はないか。悪いがさっぱりだ。私から見てもトマスの殺害状況は奇妙としか思えない。レイモンド教に関しては用心深いと言っても所詮は素人だ。特殊な訓練を受けた人間なら即座に無力化することは可能だろう。そうは言ってもおそらくレイモンド教は銃か通報装置の類ぐらいは持っていたはずだ。これらを使わせる ゆとりすらなく相手を無力化するっていうのはなかなか難しいと思うが。そうだリール、この島について部屋に案内された後何か妙な声を聞かなかったか。妙な声、ああ確かに聞いたぞ。間の抜けた女の声で何かわめいているような感じだった。それネネコだね多分。男のうめき声、いや聞いていないと思うが、それが何か事件に関係しているのか。これは推測だが、客室に案内された後おそらくレイモンド卿はそのタイミングで襲われ拘束された可能性が高いと考えている。縛り上げられて麻酔薬でも投与されたか。そしてあとはじっくりと拷問でなぶり殺しか。犯人はよほどに奴に恨みがあったようだな。しかしとなると拘束されたのはあの死体があった部屋だということか。それだとさすがに奇妙に感じる。犯人がプロだとしてもレイモンド卿がそんな分かりきった罠にかかるとは思えん。じゃあリールが
リールがレイモンド教の立場だったとして、どういう状況だったら不意をつかれると思う？そうだな。例えば、いるはずのない人間が潜んでいたとかかな。部屋の中に誰もいないと確信していたのなら、不意をつかれてもおかしくはないだろう。いるはずのない人間か。それにしても素性につながるウィザードという名前を使ったのはまずかったな。バスケットボールが好きなのか。はあ、学生の頃バスケットをやっていたから。マジでバスケットチームのウィザードから取ったのか。確かにワシントンに関連するような言葉を選んだのは失敗だった。だが普通そんな言葉程度でワシントンなんて連想しないだろう。出雲崎ねねこか。まともに喋れないくせに厄介なやつだな。何またけなされているのか。僕ねねこいたのか。二人あれかと思った。ねねこいないかと思った。だがいるこの屋敷に招かれる連中は医学関係者も多い。現役医師としての知識がないと彼らを欺くのは難しいんじゃないか。一応ボロが出ないようにかなりの情報を頭の中に叩き込んだつもりだ。だがそもそも知りすぎているのもまずい。優秀な医師を演じるよりは少し無知な女を演じた方が都合がいいものだ。なるほど。犯人 X は誰なんだろうか。私の印象だとすんなり協力してくれるような物分かりのいいやつではなさそうだがな。悪いがこれ以上島の情報は知らないぞ。こいつは重要な点になるんだが、お前の所持している武器とスキルの詳細を教えてほしい。武器はグロック30を1丁、予備マガジンが3つ、武装はそれだけだ。近接格闘術、ハッキング、破壊工作スキル等々、まあ一応一通りのことができるように訓練している。そいつは頼もしいことだが少々武装が心もとない。バカを言うな。これでもまだマシな方だ。はじめは秘匿性重視でさらに相談数の少ないグロック42にしようかと思ってたくらいだ。銃の話されてもちょっとわかんねえな。そもそもこの島で戦闘状態になった時点でおしまいだ。せいぜい相手に不意の一発を食らわせる程度で本格戦闘なんて初めから想定していなかった。だからあいにくその本格戦闘になりそうな雰囲気なんだが。屋敷の連中が内下場で数を減らしたことは好材料だが、例の化け物とやらが心配だな。実物と戦ってないから何とも言えないところだが、相手は軍事用に開発された巨型生物兵器だ。そう簡単に無力化できるとは思えない。ねねこ、お前が見た印象だとどうだ。急に話を振るな。そうだな、僕が見た限りでは動きは緩慢なように思えたけど、本気出すとものすごく早いのかもしれないので何とも言えない。つまりよくわからないってことか。使えないな。こっちはあんなに危ない目にあったというのに。うん、でも戦えるように準備しておいた方がいいだろう。わかった。まあそうならないことを願いたいものだな。いざ最初から協力関係気づけばよかったのにな。リールがバレちゃいかんけど、この状況が状況なら協力した方がいいのにな。実際さっき殺されたしな。でも報告書の中に不吉な文面があったような気がするんだけど、大丈夫なのかな。私が話せるのはこの程度だ。
もういいだろ。もういいかな。リール、お前はアウロラという少女のことを知らないか。アウロラ？誰だそれは。ああ、やっぱ見えてねえわ。今んとこ全員見えてねえ。池田だけだな、見えてるの。金髪で青い目をして、頭に大きな青いリボンをつけている。この島での話だよな。見た覚えはないが。まさか、そいつは屋敷の生存者か？いや、まあ覚えがないというならいい。アウロラのことを聞くと妙に思われるからやめた方がいいと思うのだが。リールも覚えなしと。まああれが装置によって見せられた幻想だとすると他の人間に覚えがないのは当然だ。あの装置でさ、プログラミングされて出てきた存在だとするなら、なんであれをプログラミングする必要があったんだろう。わざわざアウロラを見せる必要性がよくわからん。だがだとするとなぜアレックスはあんな反応したんだろう。アレックスはなんかね、アウロラって名前出したら動揺してたんだよな。わからん。ではリール、最後に1点だけ聞きたいことがある。潜入捜査官が外部と全く連絡を取る手段を持っていないとはどうにも考えづらい。リールは何か奥の手を隠し持っているんじゃないか。この島から発信される通信は全て監視され、なおかつ強力なジャミングがかけられている。通常通信機で外部と連絡を取ることは不可能だ。やっぱ連絡は取れんか。通常ではないものなら可能だと。まあな、光無線通信装置がある。こいつは高出力レーザーで衛星と直接無線通信を行えるものだ。これなら島のジャミングを回避できるし、通信傍受の恐れもない。だがこの装置には大きなデメリットがある。雲が厚いと使えない。その通りだ。普通の場所なら大した問題じゃないが、このアリューシャンだと大きな問題になる。快晴の時じゃないと使えないのか。何せ年がら年中雲が覆う場所だ。通信条件が整う機会は少ない。私が知る限りこの島に来てからは一度も通信を行える状況はなかった。通信するにしても指定位置からの精密照射が必要だし、正直使い勝手はかなり悪い。なんかいざという時は使い道がありそうだ。それまでに生きながらえることができたらな。それにこの島で開発されている兵器の確かな証拠がなければ、彼らはリスクを恐れ助けに来ることもないだろう。状況は依然として悪いなあ池田。お前は本当にこのまま生き残ることができると思っているのか。屋敷の関係者を皆殺しにする冷徹さから推測して、奴らは訓練されたプロだ。武装も万全だろうし、それに例の化け物もいるんだぞ。まあでもしょうがないからな。冗談言うな。神になんて祈ってどうなる。私は職務柄信じられないような悲惨な状況、ヘドが出るほどの悪人を嫌というほど見てきた。仮に神がいるというのなら、今頃この世界はもう少しマシになっているはずだ。ただ何も干渉せず見守るのが神だというなら、それはいないのと同じだ。だから私は神には祈らない。最後の最後で頼りになるのは自分の力だけだと知っているからだ。誰かさんとそっくりだな。そういえば池田のオフィスはニューヨークにあるんだよな。そこからマンハッタンの夜景は見えるのか。池田、いい加減にしないとエンマ様に下引っこ抜かれるぞ。そうか、私はあのマンハッタンの夜景が好きだ。一度もこの目で見たことはないけどな。だからもし私が死んでお前が生き残った時は、ラッシュボフラグ立っちゃった。気配をそこらに撒いてくれ。私にはもう肉親もろくな知り合いもいない。墓に入るよりは眺めがいい場所の方が寂しくなさそうだ。ちょっと諦めてるんだな。全員が無事
この島から生きて帰れるとは思えないがな。まあいいだろう。もしもお前たちが死んで私が生き残ったら、お前らの骨をイースト川に撒いてやるよ。そうなることを期待しているよ。少し飲みすぎたな。私は自分の部屋で酔いを覚まして、また少ししたら戻ってくる。あれさ、あれはどうなったの、アキラたちは。よし、なんか終わるかなと思ったけど全然終わらんかった。一回ゲームオーバーしちゃったし、ウィザーズがリールだっていうことは分かった。で、犯人側とはリールはもう除外だな、ウィザーズだったら。あの死んだルートのあれを考えると、アキラとギゼル殺されてって、そしたらもうアレックスしかないんだけど、アレックスではないと思う。だから死んだふりしてたんじゃないかな。まあ、ちょっとわかんねえけど、まあ、またちょっと今回終わらんかったので、また次回になります。次はこの続きからやっていこうと思います。今度こそ犯人を断定する時が来るのかな。じゃあ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。